エレトラご覧の皆さん、こんにちは、ボンです。いつもは4人でね、賑やかに収録してるんですけども、今日は1人です。というのも1人のコーナーというか、1人でちょっと動画撮ってみたら面白いんちゃうのみたいなことになって、自分のこうキャラクターを生かした、何かソロ踊るのか何するんでしょう、みんな他の3人何するか知らないですけども、1人1人撮っていこうということになっております。今日僕はじゃあ何をしようかと思ったんですが、僕のキャラクターを分かってもらおうかなと、僕の趣味の、コーナーにしようかなと思ってます。僕は音楽、なんか曲、かっこいい曲ないかなって探すのが趣味で、映画をたまに見ますし、あとは漫画を読みますね。この辺を、僕が好きな曲、映画、漫画なんかを紹介しながら、僕のキャラクターを分かってもらおうかなと、ちょっとおすすめ動画のような感じになりますが、やっていきたいと思います。今日は、曲を1曲紹介したいなと思います。今日紹介する曲はアリシア・マイヤーズの I want to thank you。 すごい好きな曲で、ちょっと思い入れもあって、初めて聞いたのはいつなのかはっきりしないですけども、もう聞いた時に、お、めっちゃかっこええやんこの曲っていうような感じで、誰のなんていう曲かもわからない状態で、とりあえずこの曲は知ってたんですよ。で、エレクトリックトラブルで一回ニューヨークに旅行行ったことあるんですね。メンバーは、オリジナルメンバーのマッサンと、翔平と、で、僕と、もろもろそのご一行様でニューヨークに旅行に行ったことがあるんですけども、その時にふとこう、あ、ニューヨークやし、あの曲探したら見つかんちゃうみたいな、手がかり何もないくせにここやったら見つかるような気がして、そのニューヨーク旅行行った時に、あの曲探したいからちょっと CD 屋さん行けへんみたいな感じで、マッサンが、ああ、じゃあ一緒に行って探そうやみたいな感じで、マンハッタンのど真ん中にある大きい CD ショップ、HMV やったんかな、ちょっと定かではないですが、に行きまして、ただタイトルもアーティストも当然英語もずたないんでね、歌詞もあんま分かってへん状態で、とりあえず CD 屋に飛び込んだものの、探しようがなくて、もうしゃあないから、そのマッサンと、僕二人で店員捕まえて、だってもう喋れる、歌えるところは I want to thank you のとこだけ、以外はララララララって歌いながら、この曲ないんかと。店員も困ってましたけども、そんな探してんやったらということで、多分30分ぐらい付き合ってもらって探したような思い出があります。で、店員が言うには、きっとこれやからこれ買えと、ああ分かったと。で、買ってその旅行の時に泊まってたアパートに帰って聞いたんですけども、確かにその曲やったんですけども、なんかね、ハウスバージョンみたいな、あるあるですけども、バージョン違いみたいなのを買いまして、一瞬落胆したんですけど、けどもうタイトルも分かったし、それのね、カバーなんで、アーティストも分かったんで、あ、アリシア・マイヤーズっていう人の I want to thank you やんっていうことが分かったんで、これの情報をもとに後に僕はその曲をゲットしたというような、エピソードがあります。で、この曲は、まあ、僕のお気に入りの曲なんですけど、まあ、他のメンバーも、ね、曲自体は知ってましたし、で、かっこいい曲やという認識やったんで、一回エレクトリックトラブルでショーにも使ってます。翔平とショコイと僕の3人でショーした時に、1回使ったことがあります。で、今流れてる、I want to thank you はオリジナルではなくて、これは、山さんつっても他の皆さんは分からないかもしれないですけど、世間的には DJT ですよね。世界的に有名な DJ ですよね。DJT が、リミックスしたバージョンなんですけども、これを先日、インスタグラムかなで連絡がありまして、ボンちゃんこんな作ったけどもよかったら聞いてやみたいな感じで連絡をもらって、あ、めちゃ嬉しいと思ってダウンロードして聞いたんですよね。で、当時の記憶がわっとこう蘇ってきて、あ、やっぱりかっこええなっていうのがあっての今回収録なんで、何するってなった時、あ、もうじゃあこの曲を紹介するコーナーにしようというふうにね、すぐなりました。この曲ね、イントロからギターのフレーズがすごく印象的な、曲なんですけども、もともとアリシア・マイヤーズ自体はワンウェイにもともと行ってたんですかね。ワンウェイに行ってた、ソウルシンガーで、なんせ多分僕ね、この声が好きなんやと思います。好きな声やし、歌詞もいいんですよ。ちょっとここで僕が拙い英語を訳す日本語訳よりも、ちょっとネットとかでね見てもらった方が早いと思うので、正しい情報だと思うんです。
素敵な歌詞ですし、すごい、美しいメロディーの、この I want to thank you、 皆さんよかったら一度 YouTube にもありますので、歌詞見ながら、ちょっと一回聴いて浸ってもらったらいいんじゃないかなと思います。というような感じで曲紹介させてもらいました。今回はこんな感じで僕視点、僕主観のイケてる曲、思い入れのある曲、面白い漫画、おすすめ映画みたいな感じをこう紹介しながらやる回に、したいなと思っています。今回当たった時にはそういうのね、あ、ボンってこういうの好きなの、じゃあ聞いてみようかなとか、あ、この漫画を読んでみようかなみたいな感じで、お付き合いいただけると幸いです。では、次回のボン回でまたおすすめのものをいろいろ紹介していきたいと思うので、次回もお期待ください。ボンでした。チャンネル登録お願いします。